おや、E組の皆さんじゃないですか。もったいない。君たちにこの図書室は豚に真珠じゃないのかな。うわ、よりによって例の護衛決。どけよ、ザコども。そこは俺らの席だ。とっとと失せな。な、何よ、勉強の邪魔しないで。カヤノ、はん、ここは俺たちがちゃんと予約して取った席だぞ。そうそう、クーラーの中で勉強なんて久々で超天国。忘れたのか、この学校じゃ成績の悪い E 組は A 組に逆らえないこと。逆らえます。何？私たち期末テストで各教科1位狙ってます。そうなったら大きい顔なんてさせませんから。奥田さん、口ごたえすんな、生意気な女め。おまけにメガネなどして芋くさなあ、ラキ。腐すばかりでは見逃すね。ご覧、どんな吐き溜めにも鶴がいる。惜しいね、学力さえあれば僕と釣り合う容姿なのに。せめてうちに奉公に来ない。え、いえ、あの、神崎さん、男運なさすぎ。いや待てよ、こいつら確か中間テストでは神崎由紀子、国語23位、中村理央、英語11位、磯賀優馬、社会14位、奥田真奈美、理科17位。なるほど、一概に学力なしとは言えないな。一教科だけなら。じゃあこういうのはどうかな。俺たち A 組と君ら E 組、5教科でより多くの1位を取ったクラスが負けた方に何でも命令できるってのは。どうした、臆したか。所詮雑魚は口だけか。俺たちなら命かけても構わないぜ。命は簡単にかけない方がいいと思うよ。上等だよ、受けんだな、この勝負。死により厳しい命令だってやる。逃げるんじゃないぞ、後悔するぞ。この騒ぎはたちまち全校生徒の知るところとなった。